どうも、はじま教授です。なんか叫びたくなっちゃって叫んじゃいました。はい、ね、僕はね、座ってると腰が痛くなるので立って喋ります。はい、高い机の方に置いた方がいいかもな、パソコン。いや、乗せてたけどね。でも、いちいちそのパソコンのとこまで行くのめんどくさくなっちゃってさ。ちょっと今からご飯食うんすよ。雑談するためにご飯食おうかなって思ったら、ちょっといてもいられなくなって、ご飯食う前に、ああ、お薬飲んじゃおう。やっぱね、俺の病気痛えな、痛えからちょっと薬飲むわ。さっき薬飲んだけど、もう違うタイプの薬飲まない。おい、やめろ、おい、おい、来るの。なんか死んじゃったみたいになっちゃってね、黙っちゃったからすごいね、死んじゃったってまあ別に死んではないですけど言わなくていいだろ。死んじゃったみたいになってるよねって言った時点でもう死んではないことが分かってんだから。いや、声だけがある幽霊かもしれない。まあね、まあ、生きてるか分かんないでしょ俺が。あ、分かんないねこれじゃ。本当に死んじゃいそうになるか。一応見えるかな、みんな見えた。こういうことを言いすると本当に幽霊になっちゃうかもしれないからね。いや、本当が何なのかよくわかんないですけど、まあ雑談していきましょうよと。やっぱこっちの声の方がいいかもしれないね。まあちょっとなんか気合い入れて喋ってる感じがあるじゃん、声を変えるっていうのは。だからやっぱりそのまあこういう声でやっていこうと思います。どうしましょう。ちょっとやっぱね、大きい声で喋った方がいいのかな。いやでも大きい声で喋った方がストレス発散できるよねって言って大きい声で喋ってるのか。まあそんなに声大きくないからな。ちょっと大きいけど喋るときはさ。あー、お尻て見えてないよね今。俺また上げてさ、ケツ書こうとしてるけど大問題だよ見えたら。いや問題じゃないけど、それバンされちゃうもん。金玉絶対映ってるし、もし映ってたら大丈夫かな。なんか特殊な、なんか話起きてないよね。なんかこっからその時間帯の何分間はなんか太陽光の屈折か何やらかで特殊な反射が見えて、それがなんちゃらかんちゃらとかになって、この5分間に俺がケツ書いてるとこがで、なんか足上げてなんか金玉見えてるとかないよね。そんななんか変な現象起きないよね。まあ、みんなに聞いてもわからないんで、書きます僕は。はい。なんでさ、そのお尻かゆいから書くためにここまで説明しなきゃいけないんだろうな。変人じゃん俺。俺まあ普通に戻ったなと思ったら変人になっちゃってる。どうしよう。まあいっか。うん。俺もやっと普通の人間に戻ったって思ってたら全然変だった。うん。YouTube やってる時点で結構変だしね。うん。で YouTube で何のなんかさ、戦略もなしにずっとなんかちょっと続けてんのよくわかんないし、ね、本当に YouTube 好きなんだろうね。いやでもいろいろなんか言ってたやつらがもうやめてってるわけですよ。うん、って考えると悲しいね。俺は続いてるけどね。うん、チャンネル登録者2人減ったし。うわ、泣いてます。実は泣いてます。今は泣きましたけど2人減ったかって感じで。うん、何しようかな。牛丼食うか。この部屋で食ったらなぁ、ダメなんだよなぁ。一回牛丼食ってから、また雑談しようかな。どうしよう、ケツ痛。ケツ痛いな。今日の体重測ったから多分すげえ太ってる。最近なんかね、
あのご飯よく食べるからさ、まあ、いいことなんですけど。98.1キロ、すごいね、すごい太ってる。ごいすー、シュッ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 、すごいな、猫みたいなことしてましたね。知能レベルが相当低い。だその加湿器みたいな蒸気を、ね、ずっと俺は切ってました。はい、下手したら俺小学生です。なんか小学1年生くらいですよね、なんかやることが。まあね、戻らないですけど。でもなんかもう一回学校やってみてもいいかもね。なんかそれで俺がこうまた普通にやったらさ、どこら辺でつまずくのかなみたいな、やってみたいね。でまた引きこもるけど、モラトリアル、モラトラタルする期間、モラタルタル期間、モラトリアム期間、めちゃくちゃ永遠に伸ばしていこうかな。またちょっと小学校から始めて、で、まあ、まあしっかりと勉強して6年。でも、まあ、小学校は勉強しなくていいや、別に。とか言って意外に大事だったりするんですよ、小学校のがね。へっ、ブンで6年で、中学校3年、高校3年で、12年。おいってやっていこうね。いやでもやっぱね、働きたくないですよね。うん、できることならね、おしゃべりするだけで生きていきたいんですよ僕は。うん、特になんかしゃべりたいことってあるけど、なんかあんま人傷つけそうなもんばっかでさ、やっぱ俺のなんか俺ルールでなんかむやみに人傷つけたくないんですよ。なんか覚悟を持ってこいつを傷つけたいってやつがいないとないっていうかさ、そんな人傷つけたいなんて思うないですけど別にね。なんかさ、あと俺〇〇がつまらないとかいう言葉が嫌いで、つまらないものに対して自分の時間割きたくないんですよ。やっぱり何がつまらないんだって俺一言も発したくなくて、心の中では思ってるけど別に口にも文にも出さなくていいかなって俺は思ってる。なんかそれをすると自分までつまんなくなりそうなんですよ。つまんな菌みたいのがね、ちょっとはあの繁殖っていうかね、こっちまで伸びてきちゃうんで、まあ、つまんないものは触れずにね、無視するっていうのが俺の心情なんですけど、つまんないとかあんまり言えない。だから動画ではなるべく好きなことを喋っていこうかな。やっぱ好きなとものを喋ってるとき最高じゃん。うん、でも好きなもの喋ると自分が見えちゃうから嫌だよね。うん、俺の深いところがみんなにバレちゃうからあんまり喋りたくないよね。一人暮らししてから喋るようにするけど、なんで喋りたくないんだろうな。さらけ出さないと人気にならない気するけどな。もうさらけ出してるようなもんですけど、いや、もうやっぱなんか雑談で伸びんよね人。何かフックが必要でさ、やっぱそのなんか伸び伸び論みたいな、伸び伸び論って YouTube 視聴見るアクティブユーザー伸び伸び論にはなるけどさ、みんな俺を知ればみんな俺を見るじゃん。でも知らないから俺を見てないっていう状態なんですよ俺は。うん、だなんだろうな、シュレディンガーの猫みたいな、うん、面白いやつ箱開けなきゃわかんない、その箱の中に俺がいるみたいな。全然違うじゃねえかよ、何言ってんだ俺は。やめてくれ本当に、それちょっと賢ぶるのね。今なかったことにしてください、シュレディンガーは。うん、なかったことにしてください。まあね、だからみんなに俺を知ってもらわなきゃいけないんですよ。うん、だから俺を知ってもらうための活動をしなきゃいけないんですよ。俺も結構面白いし、これからもどんどんもっと面白くなっていくだろうから、それをもっとみんなに知ってほしいんですけどね。みんな俺のこと知らないじゃん、だから俺のこと見ないんだよ。すごい超絶ナルシストだけどね。まあもっと面白くなりゃいいのかなって思うけど、やっぱりみんな俺のこと分かんないんだろうね。 YouTube 見ないんだろうな。うん、でもなんかその生放送になるとスイッチが切れるんですよ、雑談スイッチってのが。俺の育んできたね、お母さん帰ってきちゃった。